上帰ろ。どうぞおいで。いや恋しいないよそこ。登るのだくーさん帰るよ。そっちじゃなくて、そっちじゃなくて、うん、行っちゃった。ダメじゃないかな。行こう、上行こう。上行くぞ。今4キロぐらいじゃないかな。帰りたい。おマリモちゃん、ちょっとめったに来ない1階に来たんで、ちょっと前まで震えてたんだけど探検するようになりました。ねえ行こう、頑張って頑張れ、登るのだ。切ない。段ボール入んないんじゃないかな。来た、頑張れ。めっちゃスイッチバックじゃん。おおお、来た来た来た。ゴール。着いたね。いつも2階にいるのでここいつもどこ。急にスピードアップするんだよ、踊り場あたりからゴールが見えて一気に行こうと思うんだよねきっとね。階段上がるだけでね、可愛いって言ってもらえるって おかしいな。フリーズしてる。ここにね扉つけたの、クーさんが降りないように。まあ降りれない、意味なかった。こっち行くの、バウンドしそうだよね。そうくるか。
鼻水だ。元気なのかな。眠いの。どうした。カワウソはコロナかかるのかな。よだれだよ、よだれだよ。これはよだれだよ、多分。鼻水拭いたのかしら。クーさん、いつも私の枕の上で寝てます。触覚に水がしかないよ。抜けちゃったの。もう3年ぐらい生えてこない。はい、はい、丸いね。ね、千尋さんがね、こだわる触覚ね。ちさ、あなたさ、そこに入ってくると映せないのよね。抜けたのよ、多分。いや、うちに来た時はあったよ、左の触覚。なになに、何の匂いすんの。ちょっと、なんかさ、このクーさんのこのお肉の間とか全然普通にこうタクタクな。クーさんの耳はどこ。クーさん耳ちっちゃいんだよね。家族の順番、順番、順番。私の次が娘で、主人で、3番目、4番目長男じゃないかな、多分。前から見ると見えないけどね。なんだろうか、これ。お腹はね、多分空いてるの。さっき、冷蔵庫に張り付いてたから。お腹は空いているが、何ご飯だよ、と思って。すごいな、今日はなんだかとってもまんじゅう感があるな。毎日ブラッシングしてないよ、これ。自然にこれだよ。
椎茸クーさん思い出す。どこ行くの？ベッド登りましょうか。落ちた。やっぱやめたって。ご飯なーい。きっと理解してる。わかんないけど。登ってこないの？きょん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 、おいで。よし頑張れ。来ない来ない。頑張れ。あれ？登っておいでませ。あった。来ないらしい。クーさん一日何食かな。なんかね、朝ね、すごい人間が眠い時間に起こしにかかるのよ。そうすると絶対眠いからご飯もらえるから、それが何回あるかによるかな。あら、ジーンズおしゃれとか言われてる。イエイ。なんか訴えてる。クーさんアイドルだってよかったね。今日は雨なのでね、ここにタオルがないと多分彼女は出ない。出たわ。これタオル持ってこないとあかんやつや。クーさんの尻尾意外と硬いんだよ。あのタルンタルンではないの。出なかった。
るさん。外には出ない。肉ね、肉クーさんはね、静岡にいました。出ないのね。カリカリでいいじゃん。冷蔵庫に張り付くよね。けどカリカリだよ。食べる？食べるね。食べるよね。片手だからさ。はいはい、うん、抱っこしたら発狂するんじゃない？私の要求は抱っこではないっていう多分クレームを。クーさんはね、基本的に四六時中泣いております。ないよ、知らんけど。高いとこ苦手なのね、クーさんね。食べるの早いね。そうですよ、カワウソ手で食べるんです。ちょっとなんかあっという間に食べ終わりそうな。あれ？なんかえらい早いな。とだけどさ、もうクーさん、あなたを映しながら私お水入れらんないね。もうない。爪切りはね、自分で食べるよ。後ろ足はね、攻撃用に伸びてんの。いや、左利きではなさげな気がする。両手使う？今左手だね。左手の方がさらに近いからね。空を切ってる。終わっちゃった。早かった。なんかお水があんまり綺麗じゃない気がする。クーさん、ちょっとお水汲みに行こう。来てくれない。あ、そう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 、はいはいはい、ちょっと待ってて。お水、いや冷蔵庫ね、そこにね。カリカリじゃないご飯がね、待ってるね。冷蔵庫の中もね、今日はそこにささみが。ちょっと待って、お水お水、いやご飯じゃないよ。これでね、一回飲むともう毛が浮いてしまうから、もうね、お水変えてって言われるの。
こぼしてた2粒ほど、ね、なんかすごい濡れたけど。痩せたかな。痩せてはない、きっと。なんかちょっと今日久しぶりに暇でこんなことになってる。もういらんわってぐらいご飯、なんかね、カリカリの種類で多分すごいお腹にたまるのがあるんですよ。それだと、もういらんわってなる。歯磨きの最中にクーさんに触るとめっちゃ怒られます。触んじゃねえ、悪いって怒られます。いやいや、あげないよ。あなたなんかすっごい濡らしたね、そこ。終わった？トイレ。え、あと5分で終わりじゃないの？新しいお家に慣れ、このフロアにだけ慣れました。クーさんまだ入ったことない部屋あるよね。だって震えちゃうからね。クーさんおトイレちゃんと行きますよ。ここの家に引っ越してきてからそこにしか自分のトイレの匂いがないから失敗しない。前のお家だとね、このお家に慣れてない時にすごいいろんなとこに来たので、たまに寂しかったりとかすると悪さしたんですけど、このお家だと悪さしないです。この嘘を飼うのは多分大変です。こういうことになるから。なんだな。いや、あなた授業、あと5分授業受けてきて。クーさん、クーさん、お姉ちゃんをオンラインに。尻尾踏んじゃったりしますね。ヒギャって言われる。ね、あと5分授業。あ、休憩中だったのか。わがままボディ、大きめパーコート。考えた？考えてない。おい。これなんならアーカイブが。アーカイブ？クーさん予防注射、あの夏に外に出るんだったらなんだっけ、あの蚊に刺されないようにするやつ打たないといけないんだけど、クーさんあの外出ると震えるんだよね。内弁慶すぎて。こっちの音に接続されてない？あ、大丈夫そう。本当だ。でしょ？こっちの音に接続されたもん、今。普段ならな、ひっくり返って寝てるんだけどな。違うんだ、ひっくり返って寝てるのは私だ。私が寝てるからクーさんも寝てるんですよ。はい、どうぞ。よし、来い。来た。フルルはね、次男が決めました。長野にさ、
クルルっていう名前のレストランがあってさ、いつか行ったろうと思って結構しょっちゅう前通るんですよ、その長野のクルルっていうレストランの前を。食べたから眠いんだよね。右鼻から鼻水が見える。多分ね、鼻からで鼻を動かすと声が出るんだよね。ダサいくよだれがね、くーさんね、よだれがね、あなた口元濡れてたね。さては寝るか。なんかね、長野、安曇野からね、なんか白馬に抜ける途中にあるの。行ったことないんだけどね。ベッドで寝る。てかさっき私が外出している間にどうやら彼女はあそこを巣にした。あ、目倒してね、あの中から服出してね、あそこにベッドを作るのですよ。ここは猫みたいに気持ちいいね。これずっと撫で続けたらポロッと寝るのかな。やったことないけど、なんかもうね、あれ、あのカワウソの柄のショップバッグなんだけど、エコバッグ、もうなんか空産臭すぎて使えない。食品は入れたくないぐらいカワウソ臭い。なんかカワウソちゃん、なんか口元が濡れてるよ。プーさん声大きめですよ。もうずっと喋ってる、ずっと喋ってる。変わんなくなったらめっちゃ打った。捕まえに来たよ。はい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 。あれどうした？はい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 。めっちゃ捕まえてる。撫でろい。って言ってんの、うんうん、お腹のお肉でいいかな、撫でてるの。いや、カワウソ臭いはだいぶだよ。ちょっとさ、クーさんさ、落ち着け。黙ったよ、この私はさんまとか言われるから。ね、眠いね。ちょっと枕が欲しいんですよ、この顎を乗せる高さのものが。だから私の足にこう乗っかってんですよね、顎が。
寝るか。ここでカメラ目線で、ちょっと来ないで。ぐいぐい来ないで。ぐいぐい来るね。ちょっと寝りすぎじゃない？さあ寝るか、プーさん。ちょっとお母さん片手がスマホで塞がってるゆえ。ちょっと存じ上げないですよね。フォローしてるけど可愛いんですよね、琴花ちゃんに。多分そんな遠くないんですけど、うち、あ、でもうちが引っ越したから遠くなってる。 1.6 キロぐらい前の家だったら多分そんなに遠くなかった。だよ。じゃあ寝るか。皆さんにおやすみなさいって。早いな、おい、9時だよ。明日の朝も早そうだね、中3この時間から眠くなったら。はいはい、なあ、分かったよ、寝るよ。はいはい、みんなバイバイ。はい、バイバーイ。あ、ごめん、来てもらったけどもう終わりにするよ。おやすみなさーい。多分寝ない。どうだろうか。でも眠そうだね。バイバーイ。